木ヌヶ笠駅は神奈川県横須賀市木ヌヶ笠栄町2丁目にある東日本旅客鉄道横須賀線の駅である。駅番号は条例に、島式ホーム1面2線を有する地上駅。駅舎とホームは地下通路で結ばれている。駅構内には最長11行編成の列車が停車する。図紙駅管理の業務委託駅となっている。かつては横須賀駅管理であった。 駅ネット対応の指定席券売機、交通系、IC カード対応自動改札機、スイカグリーン券自動券売機が設置されている。また、駅構内の改札外では、コンビニエンスストアと中華料理店が営業している。バリアフリー設備として、車椅子対応トイレ、展示運賃表、エレベーターがある。かつては、緑の窓口があった。 2020年度の1日平均乗車人員は6475人である。近年の推移は下記の通り。絹笠商店街駅の前を神奈川県道27号横須賀葉山線が通り、その周囲に商店が密集している。近年は駅付近にマンションが数多く建てられている。バスターミナル横須賀市内の駅としては、 他の鉄道駅から離れた場所に立地していることもあり、多くの路線バスが集まる。京浜急行バスが運行する、路線バスが発着する。県道27号線に面して、バスターミナルが設けられており、京浜急行バスが発着している。かつてはバスの待機場も併設されていたが、現在は移転しており、跡地は有料駐車場となっている。 1945年の終戦直前に当たる1、時期のみ、横須賀木笠間に、相模かなやかり上降場という海軍、交渉通勤客のための専用停車場が設けられていたことがあった。ありがとうございます。